フミオ国は、半ば伝説とされる、ベトナム史上の国家。フミオオとした。中心は、現在の封土省付近と推定されている。ベトナム史上初の国家とされており、紀元前2879年建国という、考えから、ベトナム人の間では、ベトナム5000年の歴史という言い回しが存在する。ベトナム北部では、青銅器文化の繁栄を経て、石器や、 生動器が発掘されているフングエ園文化が起こり、その中で、フミオ国が形成されていったと推定される。フミオ国は、大鳥奉仕という氏族が治めたとされ、勇王と呼ばれる代々の支配者によって統治されてきた。伝説によれば、中国神話に見られる炎帝神狼の三世孫である、帝名の子、六鶴子が南方に封じられて、赤尾二国を治め、 慶應王,王と同帝君の娘の間に、高志智綱を生んだ。無事な龍君と天仙の女子、大名姫の間に百越の元となる百人の子が生まれ、その中の長男が、オス王の名を受けた。初代竜王は、ベトナム人の間では建国者としての扱いを受けている。竜王領十八代のオス王が、文雄国を治めた。グエン・カックトゥアンの THTHCC。 チェイベアビットナムでは、ユ王十八代は、慶応王を初代と数えた書きとされている。なお、ベトナム史略では、慶応王から数えると二十人のお祖がいたと、している。慶イヨーオー、ユーケンオーユーリ王、オー王、武シアキラオーユーギ朝ーユーキオー、タケシショーオーユー、オータケシテオーユーは、 高鎮、朱、武嶺、福禄腰も、嶺海、洋泉、陸海、竹貞、皆館、九神、平文信仰、九徳、踏み尾の自由語の部に分かれていたとされる。諸説あるが、南南海では、東は南海、西は八色、北は道帝湖、南は西国まで広がっていたという。ベトナム略では、南は現在の省から、北は 顔番章まで広がっていたとしている。十八代優、王の代の百258年、文王国は西王の諸によって滅ぼされた。文王国兵合後に、諸は暗陽王を称し、国語を王とした。日本語文献でベトナム語の綴り、漢字表記が示されていないものは、中国語版ウィキペディア及び、ベトナム語版ウィキペディアを参考に補った。ありがとうございます。